ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。本日は2つお知らせがございます。まず1つ目、まあ、これついについについにですね、はい、こちらのヒカキンチャンネルの方に新しいビートボックス動画をアップしました。イエーイ。今回はですね、大地くんとのコラボレーション動画で、あの大人気ディズニー映画アナと雪の女王のテーマソング、レッドイットゴーを僕ら2人の声だけで作りました。この動画の概要欄に今回作った動画のリンク貼っておきますので、ぜひぜひご覧ください。で、もし動画を見て、あ、いいなと思ったら、Twitter や Facebook などで拡散していただけると嬉しいです。まあ、今まで大地くんとは何度か、ビートボックスでコラボしているんですが、もう今回のはね、二人とも相当ガチです。まあ、今までのももちろん本気でやってきたんですが、それをさらに超えて、ガチです。まあ、今できる二人の限界にチャレンジしました。で、今回僕はですね、まあ、一応僕が得意としている低音、まあ、こんな感じの低い音だったり、まあ、あとは強めなビートですね。まあ、こういった音を中心に僕はやってます。まあ、それに対して大地くんの方はですね、まあ、彼はとにかく、まあ、音程が正確でハーモニーがすごく綺麗なので、コーラスだったりハモリの方を、中心に、やってもらいました。ですので今回の動画は、まあ、二人の良いところ、強い部分を前面に押し出して、作ってみました。で、メインメロディー、まあ、リードの方は、まあ、交互にたくさんこう入れ替わってますので、ぜひぜひいろんなパートに注目して、何回も見ていただけたら嬉しいです。で、今日この動画では、今回の動画ができるまでの NG シーンだったり、メイキングをお送りいたします。で、この動画の最後には、ヒカキンゲームズについての重大発表もありますので、ぜひぜひ最後までご覧ください。ではまず NG& メイキングをご覧ください。どうぞ。どうですか？なんかね、普通だね。どうでしょうって感じだね。もう一回いきますか。おう。今の時間は、12時ぐらいですね、今ね。12時、夜の。100回くらい撮ってますね。100回くらい。レディーゴーに命かけてますね、今。レディーゴーに命かけてます。はい、世界一命かけてます。はい。いきますか。はい。はい。ちょっと一回カメラがあると意外といい緊張感ですか、うん、でもちょっとバズったかな。バズってるかこれで。じゃあいきますか。はい、あ、いいっすね。聞いてみましょうか。あ、ちょっとあの前後半がいいんだよね。ちょっと切ってからもう一回切ってみます。いや、僕もちょっと分かんない。息が強さはあって、最後の、はい、まずむずいぞこれ。完璧。ウィーウィー。おっ、来るぞ。ダメだ、なんかちぎれな。なんかちぎれな、ごめん。なんかダメだ、意識しちゃうよ。プシが入ってほしい。プシが入ってほしい。確かに。じゃあこのままじゃあ今度ベース。
取れてますよね。こういう感じだな。セイキンファンみたいなのか。そうだね。そうだね。手が動かないですよね。なんかでも上品に見えるんだよね、こういう持ち方で、なんかちょっと、はい。ベースっぽいよっていうのを見せれば。はい、いいよ。いいですか、うん、じゃあ、セイキンさんお願いします。See you next time. あ、もう一回、これでもうちょい前からいきます。はい、それでもうちょい前から。セイキンミスりました。超むずい、待って。あごめん、マジで苦戦中。あ、ちょっと待って、一口水飲んでいい？はい。ごめんよ。あこれむずいね。スカンコ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 ン、もう乗ってないとダメ、止まっちゃうからいけないのかな。オッケーオッケー、完璧。しないけど今のオッケー、俺的に。じゃあ今のでオッケーです。See you next time。 いやー、電波ととりあえず取り終えて、あと残すはオラフになります。ドンキがね、もうドンキ様様で全部揃えました。全身タイツ、あと、このフェイスペイントですね、顔に塗りやすいなんかこの白いやつ、うん、で、あと鼻が確か人参なんで、このオレンジのペン、顔に塗れるやつ、あと、これですね、オラフは3本くらい髪の毛が生えてて、これ靴紐を切って頭に貼り付けようかなって思って買いました。これちょっとよし、頑張りやす。イエーイ。 T シャツの柄が出ないように裏できました。で、この出てる部分を白く塗れば OK か。ストレッチマン、ストレッチマンって感じで、いいや、まあいいや、とんで白く塗る、初めてこれ白く塗るな。ほうほうほう、これ本当にこれ塗れんのかな、フェイスペイント、ホワイト、まあ、油性ペンとかじゃないから塗れるでしょうね。これ何これ、ん、え、ひょー、え、あ、あ、これいけるわ。お、あ、これ、あ、オロナインの香りがすんだけど、これこんな感じ。そう、これで全部塗ってきますね、これからね。見えないからちょっと鏡で塗ってきます。はい、すごい、絵の具と全然違いますね。すげえ塗りやすい、これすぐ落ちそう、オロナインみたい。あ、これ買ってよかった、これマジで。いや、本当になんか絵の具にしようとしてたんですよ。あの、なんか十何色入りの絵の具を筆で塗ろうかなと思ってたんですけど、あの、この全身タイツを買おうと思って、文房具じゃなくてこうパーティーグッズのコーナーに行ったら、宴会物みたいなとこに売ってて、これがよかったと思って、どんだけ肌荒れすんだろうとか思ってたんだよね。油性ペンとかで最悪塗ることになったらね、超塗りやすい。うわ、一人分なのか、これはやべえぞ。一回分マントヒヒみたいになってきて。おお、これ危険だよ、これ。目に入りそうだよ。うわ、視界に入ってきてる、白いのが。もうこれ、この近さで、この近さで見える、白が。人間の視界というのは広いもんで。ただここが大事だよね、ここでやる気が多分見えてる。ここそう、ここでちょっともう見えないとこまでくらい突っ込んで塗っとくくらいがやる気のあるやつなんで。そうね、今回気合入ってますね。気合入ってますよね、あれだけ音入念にね。はい、ね、ちょっとじゃあここで、ね、ちょっとオラフの真似を。こんな感じだよね。ここ危険じゃね、はい、T ゾーン、T ゾーンじゃねえ、T ゾーンどころじゃねえよって話だよ。
これは後でもう大地くん宅のお風呂を借りてもうもうやばい。わあ。もうこれちょっとがいいのか。よ。お。わあ。ちょっとそれ。もう本当にこれなんかミュージカルの人だね、これ完全に。これでも結構ヒカキンさんってわかんないかも。大丈夫だ、それ最高だ。ああ、味がしてきそうだ。うわ。お、ちょっと一回その顔。え、結構ただのモンスター化してきてるけど大丈夫かな。え、これなんか落ちやすくなくね。え、なんかマジでオロナインみたいなんだけど、これヌメヌメ油みたいな感じで落ちないよ。これ後で結構後で苦戦するよ。やばいっすね。まあ、こういうのはね、男は黙ってね、お尻で拭く。オッケー、あとラストかな。めっちゃプニプニしてる。ヒカキンさん、それはいや、これオレンジ、顔ペン、顔ペンオレンジ、メイドインジャパンです。顔や体に自由にペイント。人参だじょ。ただ、こんなインクの出方で、鼻、これオレンジになんの？あ、なるわ。なるわ。これなるわ。おなるわ、これ。やっぱ塗った方がいいよ。オラフなってきた。顔がかゆくなってきた。これ描けないっすね。そうだね。うちが歌舞伎の人みたいになってる。ああ、いいよはい。あと、髪の毛と、髪の毛3本と、ここにボタンがあるんです。ガムテープでボタンを作ろうと思って。はい。戻ろう。はい。で、さっきコンビニで買ってきた両面テープで。両面テープとかマジで、なんか図工の時間ぶりじゃねえこんな。まずこれ、靴紐を髪の毛にするんで、なんか靴紐かそれ。そうです、靴紐っすこれ。だからこれドンキに売ってたんで、これもどうしよう、この辺こんくらいが髪の毛の長さっつったら、あらっしゃ。いや、髪の毛のまでやるなんて。そうです。いや、もうなんかビートボックスしづらいもん、この唇。マジヒリ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 、なんか痛いヒリヒリじゃないんだけど、なんか良くないヒリヒリ感じてる。ちょっと今やってみてください。あー、なんかね、え、なんだろう、できないんだ。あ、いや、できるんだけど、なんつうの、なんだっけあれ、唇塗るやつ、リップ。リップクリーム塗りすぎみたいな感じ。ただね。お、これでこうして前の方に来るように。こんな感じかな。でれん。オラフだよ。すげえ、ちゃんと立ってる。マジで、もう自分じゃ見えない適当なんだけど、あとはオラフが確か3つボタンがあるんで、3つボタンを作るために、このテープを丸く切ろう。はい、あれなんかあれみたいだな、ワクワクさんみたいな。テープを切る、テープを丸く切る、ワクワクさん、ワクワクさんだよ、テープだよ、これを3つ繰り返す。高く舞い上がるグラスで、決まった。アンナ、アンナ、よし、行こう。髪の毛めっちゃいい感じに立ってますよ。マジで、ちょ、前にでもちょっと出過ぎてる一歩。いや、それも面白いからいいや。はい、ちょっとオラフさん、いいヘアスタイルですね、それ。髪が立ってるうちに早く撮ろう。はい。
どうすか、いいやつは3個欲しい。目がプリプリってる。やばい、いいやつ1個ぐらいあるよね、多分ね。あります。さっきのか今のの方がいいと思う。今ゆっくり出てきた。はい、わかった。結構過酷だったじゃん、これ。そう、取れたよな、全部。やばい、今回の動画やばいっすね。すげえ、これ髪の毛3本立たねえし、みたいな。だいぶ奇跡的になんとか持ちましたね、最後まで。そうだね。おぉ、まあでも、いいっすね、なんか髪がくっつく。これ、このままこのままいいんじゃないですか、ちょっと。おぉ、あ、食いそう、食いそうだ。ビンモンモン、サブスクライブ、ビンモンモン、シュッピカピン。なんか今白色飛んだ。洗います。はい、お疲れ様です。いや、こちらこそお疲れ様でした。ほんとはよかったぜ。あとは編集のあるのみだ。はい、しゃあしゃあ。はい、と、まあこんな感じに作りました。まあ二人でだいぶ前から何度も打ち合わせを重ねて、まあ実際にね、収録が始まってからは、まあ、マンションの一室で何日もね、ひっそりと頑張ってました。ぜひぜひ、動画見に行ってみてください。はい、そして最後はヒカキンゲームズの重大発表です。もうすでにヒカキンゲームズをご覧の方はご存知のことと思いますが、まあ、ヒカキンゲームズ、いろいろとリニューアルいたしました。まずチャンネルデザインが変わりました。こんな感じになりました。いいでしょう？そして今日からヒカキンゲームズの方で新企画がスタートいたしました。その名も、ヒカキンゲームズ with Google Play。はい、このヒカキンゲームズ with Google Play は、私ヒカキンと、まあ、マスオさんや PDS 株式会社のダンテ君、そして私の兄セイキンなどの、ウーム所属の YouTuber でゲーム実況する企画です。今回その名の通り Google Play さんとのコラボレーションにより、この企画が実現しスタートしました。まあ今までですね、まあコメントや Twitter の方でヒカキンさんいつも一人でゲームしてるから、もっとみんなでワイワイゲームしてくださいと、以前からリクエスト山ほどいただいていましたので、まあ、それがようやく形にできたかなと、思います。ただですね、もちろん今までのような僕一人でのゲーム実況動画は今まで通り、並行して更新していきます。ですので今までのゲーム実況動画に合わせて、これからヒカキンゲームズ with Google Play の動画を毎日更新していきますので、ぜひぜひヒカキンゲームズチャンネルを毎日覗いていただけたらなと思います。以上、ビートボックス動画とヒカキンゲームズの重要なお知らせでした。どちらもぜひ見に行ってみてください。バイ。私ヒカキンの LINE 公式アカウントができました。この動画の概要欄に友達登録できるリンク貼っておきますので、ぜひぜひ友達登録よろしくお願いいたします。その他 ID 検索でアットヒカキンと検索しても出てきますし、 LINE 公式アカウントの芸能人の欄にも載ってますので、ぜひ。それでは LINE でお待ちしております。Da-d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 a